はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、テレ東のですね、人気アナウンサーであるですね、鷲見玲奈さんがですね、この度ですね、テレ東を退社し、フリーになることが決定したんですね。で、その後ですね、まあ、セントフォースという事務所に入るんですけども、今回の動画はですね、それのですね、真の理由とは一体何なのか、そしてですね、今後ですね、鷲見さんがですね、芸能界でブレイクするために、絶対に避けては通れない必要不可欠なこと、これ一体何なのか、まあ、このあたりについてですね、まあ、僕なりに話の方をですね、していきたいと思います。まずですね、詳細を話していきます。まあ、鷲見玲奈アナウンサーといえばですね、テレ東のエースクラスのですね、人気の女子アナの方なんですね。うん。まあもちろんニュース番組とかも出てますし、やっぱりでかいのがですね、この家ついていっていいですかですよね。うん。これに出演してるんですけども、やっぱりこの家ついていっていいですかって今テレ東の中でもですね、なかなか看板クラスにですね、人気のですね、その番組なんですよね。視聴率もめちゃくちゃいいですし、で、実際ですね、この家ついていっていいですかっていうですね、まあこれのですね、同じようなですね、パターンのですね、番組をですね、他局で作ってるところも結構あるんですよね。うん。まあ、要はパクるじゃないですけど、まあ、パクられるってことはやっぱりそれだけね、人気でですね、質が高いって意味合いですからね。でですね、まあ、そこでもですね、活躍していたですね、この鷲見玲奈さんがですね、今後幅広く仕事をするために30歳の節目ということもありますから、2020年の4月からですね、退社してフリーになって、セントフォースという事務所に入るということを発表したんですね。で、セントフォースって何かっていうと、まあね、いろんなですね、各局のですね、人気女子アナの人たちが、まあ、フリーになる。要はそのですね、社を辞めてフリーになった時によく入るですね、まあ言ってみたらその何て言うのかな、その人気女子アナ専用事務所みたいなそんな感じですよね、イメージ的に言うと。でですね、そういう風にセントフォースに入ったアナウンサーの方たちっていうのはいわゆる芸能人化するんですよね。まあいわゆるそのコメンテーター的なね、朝のああいう番組やつ出たりとか、もしくは本当にタレント女性タレントみたいな感じでバラエティに出たりとか、でもっと言うと CM だったりとかね、はい、そういうの出たりとか、まあ本当にですね、その女子アナというよりも本当タレント化するためにまあ入る場所みたいな、まあそんなイメージページのある事務所なんですよね。でですね、それがまあ一連の流れというか詳細になるわけなんですけども、先ほども言ったようにですね、鷲見さんはですね、あくまで幅広く仕事をするため、30歳の節目だから環境を変えたいみたいなことをですね、発表してるんですけど、これって全然ね、真の理由じゃないんですよね。はい。これって要は何かっていうと、もうこれは一言で言っちゃいますけど、要はですね、同じテレ東内での不倫が文春に暴かれた、ただそれだけの理由なんですね。はい。これどういうことか話していきます。数ヶ月前なんですけども、文春でですね、ある記事が出たんですね。それは何かというと、この鷲見さんがですね、同じテレ党内の既婚者のですね男の、人とですね不倫しているというですね、そのまあニュースなわけなんですよ。でですね、文春はですねかなりそこに関してですね詳しく裏を取っていてですね、まあ要はいつくらいからねそれがね、付き合っていたかとか、それがどういう風にバレたかとか、でバレた結果ですね、その男側の人がですね不自然にですねその担当部署を外されて移動したりとかねしてたんですね。まあそのあたりのことをですねかなり事細かに調べて、文春はですね文春報道して暴露したわけなんですよ。でまあとは言ってもですね、それって結局文春が言ってることなんだから嘘なんじゃないのって思う人もいるかもしれないんですけども、それがですねものすごく真実味を持たせた理由、それは何かっていうとですね、その文春が出る、当日くらいかな、その週くらいかな、忘れましたけど、その週くらいにですね、この鷲見さんのですね、まあ言ってみたら情報と言いますか、女子アナとしてのですね、写真だったり情報がテレ東のホームページから削除されたってことなんですね。はい。で、さらに怖いのが ですね、先ほどから言ってるですね、家ついて行っていいですかっていうですね、この鷲見さんが出てるね、人気バラエティ番組があるわけなんですけども、そのバラエティ番組のホームページのね、公式のですね、まあ一番トップに来るやつってあるじゃないですか。他の芸人さんとかね、MC の人たちとみんなで撮って、ね、家ついて行っていいですかって書いてあるみたいなね。ああいうところからですね、不自然に鷲見さんのですね画像が削除されたんですね。うん。まあ、言ってみたらですね、その制裁と言いますか、トカゲの尻尾切りと言いますか、うん。まあ、そういうことなんだろうなってことがですね、容易にね、予想がつきますよね。まあ、結局ですね、その後もですね、鷲見さんは、まあね、テレ東で仕事をし続けたわけなんですけども、何にせよですね、ものすごく不自然に消えたんですよ。で、実際問題ですね、やっぱりそのね、文春っていうのはですね、まあ、これ他の芸人さんとかも言ってることなんですけど、フライデーとかもそうなんですけど、結局ですね、ああいう風に自分たちの情報と言いますか、それが乗るときっていうのは、必ずですね、そのね、事務所だったり、そういうところに連絡が行くわけなんですよ。まあもちろんですね、発売する前ですね、もう記事も作って、印刷もしての後にその発売前に、実はですね今週号のなんちゃらに、お宅の事務所の誰々さんを載せることになりましたみたいなことを言ったりとかね、そういった報告が必ずあるわけなんですよ。まあだからまあ一般的に流れで考えたら、テレ東もですねそのね報告があってやばいとね、まあすでにテレ東内では知り渡ってたことかもしれないけど、それが文春によって世間に暴かれてしまう、やばい、とりあえず一回鷲見さんの情報を消せみたいな感じでやった可能性が相当高いというか、そうなんですよね。うん。
まあ、だから結果としてそのテレ東のですね素早い対応が逆にですねこの記事のですね信憑性をですね、持たせているということになるわけですね。はい。でですね、まあ、結局ですね、まあ、結局文春の方ではですねその後も何週間にわたってですね、このスミさんとですねその男のですね決定的な証拠というか情報というかをですね報道し続けたわけなんですね。でその、それでですね、それが起きた数ヶ月後の今になって急にですね、まあ、スミさんがテレ東を退社することになったわけなんですよ。うん。でこれってはね、つまりどういうことかっていうと、まあ、要はですねテレ東にいられなくなったっていうただそれだけの理由なわけですね。要は最初はテレ東の中だけで処理してたことだったんですけども、これが世間に知れ渡ってしまった以上もうこれはねっていうね、はい、スミさん自体もやっぱりですねそんな状況でテレ東に居づらいと思いますし、そういうのもあっては退社することになったってことなんですよ。うん。まあね、まあ、すごく聞こえのいいね、幅広く仕事をするためだとか、30歳の節目だとか、まあ、そういうこと言ってますけど、それはあくまで建前であってって話なんですよね。まあ、そりゃそうですよ。本当のことなんて言うね、わけにいかないじゃないですか。ただ、どう考えたってこの流れを見てったらもうそういうことじゃないですか。これはね。うん。まあ、全然騙せてませんよ、的なね。はい。でですね、まあ、そういった理由から、まあ、くすみさんはですね、そういった真の理由から、まあ、ですね、テレ東を退社しフリーし、になりですね、このセントフォースに入ることになったというわけなんですね。でですね、じゃあ、こっからさらにね、ちょっと話を進めていきたいんですけども、じゃあですね今後スミさんがですね要はタレント化するわけじゃないですか、セントフォースに入って。でそこからブレイクするためね、活躍するためにはね絶対に必要なことは何なのかってことなんですね。はい。じゃあこれ答え先に言っちゃいます。答えは一つです。要はなんで辞めたのかってことに関してですね、この、不倫ネタだったりとかそのあたりのことをどこまで話せるか、どこまで突っ込んで話せるかっていうここなんですね。はい。どういうことか話していきます。まあそもそもなんですけど、テレビっていうのは基本的にですねものすごく下水場なんですよ。うん。視聴率を最優先で考えてるし、自分たちの番組のためにね、そのですね出る人たちのことを、そのブッキングしたりするわけですよ。まあだからですね、言い換えればですね、そのテレビに出るにはちゃんと理由が必要なんですね。例えば分かりやすい例で言うと、最近ねミルクボーイさんね、M1 で優勝した、M12019 で優勝したですね、ミルクボーイさんがですねテレビに最近出まくってるじゃないですか。でもミルクボーイさんがじゃあなんでテレビ出たんですかって話なんですよ。面白いからだと思いますかって話、違うんですよ。ミルクボーイさんは確かにめちゃくちゃ面白いです。僕も大好きです。ただミルクボーイさんがテレビに出れたのは面白いからというよりも M1 で優勝したからテレビに呼ばれてるんですね。はい。だからもしかしてですよ、じゃあもしかしてですけど、ミルクボーイさんがですね、優勝を逃した、てかもっと言うと決勝に行けなかったとしましょう。で決勝に行けなかったとしても、あの漫才が面白いこと自体は間違いないし、ミルクボーイさん自体が面白いことはこれ間違いないわけじゃないですか。でもね、結局決勝に行かなかったら、優勝しなかったらね、呼ばないわけですよね。優勝したから呼んでるんですね。 M1 チャンピオンを呼びたくて呼んでるってわけなんですよね。別に優勝しなくなってもう一回言いますよ、ミルクボーイさんがつまんなくなるとかつまんないってわけじゃないですか。じゃないじゃないですか。ミルクボーイさん自体は面白いんですよ。はい。つまりその面白いから呼ぶんじゃなくて、面白いっていうところにプラスアルファとして呼ぶ理由がないとやっぱりテレビ局って呼ばないんですよね。はい。でそれでいくとですよ、じゃあねスミさんがこれからセントフォースに入るとですね、いろんな番組がですねこのスミさんをですねタレント的な感じで番組に呼ぶわけですよ。じゃあなんで呼ぶんですかって話なんですね。なんでスミさんを番組に呼ぶか、答えは一つなんですよ。あのことを喋ってほしいからなんですね。うん。スミさんの一タレントとしての能力を買って出すわけではないんですよ。じゃなくて、あの話してくださいよ、テレ東なんで辞めたんですか、あの噂本当なんですかっていう、それが聞きたくて呼ぶわけなんですよね。はい。そうじゃないとスミさんを呼ぶ理由がないんですよね。テレビ局でそれから下水ところですから。ってなってくるとですね、ここですごい大事なのが、スミさんがそういったですね役目を背負わされてテレビに呼ばれた際にどこまでそれに応じれるかってことなんですね。まあもちろん僕はですね、スミさんが全てをね明けっぴろげに言えって言ってるわけではないですよ。ただそう言わないにしろ、ね、そのさじ加減だったりとか、もしくはこうごまかし方の面白さとかですよね。はい。まあ一番つまらないのは、最初から最後まで全部嘘をついて、ね、あくまでね、その幅広く仕事するためですみたいなポジティブなことだけを言ってですね、あとシャットアウトみたいなことをしちゃうと、スミさんは、最初は呼ばれるかもしれませんけども、あこいつ喋ってくんないんだってなったらもう呼ばれなくなってしまったりするわけなんですね。はい。まあだから呼ばれてるうちにどこまで話すのか、そして、シャットアウトにするにしても、面白いシャットアウトの仕方をする、面白いごまかし方のね、ことをするとか、うん、全部言い切らないにしても、ちょっと含みを持たした認めるくらいのことでうまい言い方をするとか、まあ、その辺のですね、要は、チャンスでですね、どのあたりまで活躍できるか、それによってですね今後ね仕事が続くかどうか、まあ、決まるということなんですね。うん。
何度も言いますけど、絶対僕はですね、序盤はそれを聞かれると思います。本当に。やっぱ、テレ東の女子アナっていう立場だったら、それはですね、やっぱなかなか突っ込んで聞けないですけど、あくまでですね、別事務所、セントフォースの一タレントって考えたら、別それを聞けるわけですからね。はい。それを聞きたいから呼ぶわけですよ。うん。まあ、だからですね、スミさんはですね、そこが正念場と言いますか、今後ね、最初は絶対仕事いっぱい来ると思うんで、そこでどこまでそういうね、面白い立ち回り、ね、人を引きつけるですね、立ち回りができるのかってところでですね、スミさんのこの命運がね、明暗がですね、分かれるんじゃないかなっていうふうにですね、僕は思っています。はい。というわけでですね、今日はこの辺でおります。この話にちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとね、コメントもあったらお願いします。どうもありがとうございました。